こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ質問です。宅急便コンパクトの送り方ですが、専用ボックス以外利用できますかという質問にお答えします。それでは、早速行ってみましょう。はい。だからね、質問がありました。ぜひお答えさせていただきます。えー、宅急便コンパクトなんですけど、商品を発送するんで際にですね、宅急便コンパクトの元箱ですね、これ,、ね、これがないと、 えっと、発想ができないです。で、これはですね、クルネコヤマトに直接私が聞いてきました。なので、あの、宅急便コンパクトを送る場合ですね、ぜひこのですね、えー、箱ですね、を、えー、購入してみてください。で、あの、専用の箱のですね、購入方法なんですけど、えー、元箱はですね、65円ですね。で、あの、この商品ですね、もし商品を買いにしたくなければ、 黒猫マトに電話していただければ、直接ね、持ってきてくれます。それと、ファミリーマートセブンイレブン、デイリー山崎などね、黒猫マトを扱っているコンビニでしたら、商品こちらもあればね、購入できます。ぜひね、あの、こちらの方ですね、利用してみてください。はい。では、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、10万円稼げるマリーマニュアルプレゼントします。登録したいんですね。 どんなかわからないので、ニックネームかスタンプお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。